月のフレッシュマンは阿蘇市カリオにあります有限会社阿蘇管理センターにお勤めの男性をご紹介します。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、じゃあまずお名前と年齢から教えてください、はい、宮本和樹です。23歳です。大垣市に住んでいます。はい、ありがとうございます、宮本さんはこちらにお勤めになってもどれぐらいが経つんですか？まだ3ヶ月しか経ってないですね。普段はどんなお仕事をされていますか？信用組み取りをやっています。もう慣れましたか、そのお仕事は？まあ、匂いは慣れたんですけど、まあ、仕事内容的にはまだ慣れてないですね。従業員の方からちょっとお話聞いたんですが、とても行った先での評判がいいと聞きましたが、何かこう心がけていることとかあるんですか、お仕事の際に？まあ、常に笑顔を忘れないことを心がけています。ありがとうございます。ではちょっとプライベートなこともお聞きしたいんですが、23歳ということで結婚願望はどうでしょうか？あります？は一応ありますね。何歳ぐらいまでにとか？は25までには一応したいって思ってますね。どんな人がタイプですか？は優しくてスポーツが大好きな子が。宮本さん自身も何かスポーツされてるの？自分はサッカーとかバスケとかやってますね。じゃあ応援に来たりね、なんか一緒に楽しんでくれる人がいいですね。じゃあそんなスポーツが好きな人と一緒にデートするなら阿蘇市どこに行きましょうか？阿蘇山火口とか大観峰とか山に行きたいですね。では最後にお勤め先の PR をカメラに向かってお願いします。はい、触れ合いを大切にしている会社です。信用組み取りの際困りのことがあればご気軽にご相談ください。ありがとうございました。じゃあ最後はですね、一緒にフレッシュマンのポーズで決めたいと思います。今月のフレッシュマンは阿蘇市カリオにあります有限会社阿蘇管理センターにお勤めの宮本さんご紹介しました。いきます、せーの、フレッシュマン。